姉上。あらあら雪村、どうしました？モノノフが下を向いていてはいけませんよ。そうですね、私はもっと泰然としていられるようにならなくては。あの姫様に言われたのかしら。いや、はい。父上のお考えがわからない？それは、はい、父上のお考えには到底及びません。ですから父上のお指図に従い懸命に働くのみで。雪村、安土では私を助けてくれてありがとう。え、いえ、私自身は何もできず。いいえ、雪村が自分で考えできることを精一杯やったおかげで私は命を救われました。姉上、これからもあなたは胸を張ってなすべきことをなせばいいのですよ。はい、ありがとうございます。良い子ですね、雪村は。私こそ話を聞いてあげるぐらいしかできないけれど、いつでもおいでなさい。わかりました。はい、はい。